皆さんこんにちは。お部屋探しのハーブスポットの岩木です。本日ご紹介するのはこちら、アーバネックス蔵前レジデンス、アーバネックス蔵前レジデンスのご紹介です。今日はですね、私一人の内見になりますので、 iPhone で撮影というふうにさせていただきたいというふうに思います。ちょっと手ぶれが気になってしまう方いらっしゃるかもしれないんですけれども、そこをご了承いただければというふうに思います。郵便受けと宅配ボックスですね。オートロックです。ここでピーっていうのもできそうですね。はあ、おお、いいですね。タイプ C USB コンセント。天井が高いです。開放感があって魅力的ですね。自転車置き場がこちらにあります。はい、このようになっています。失礼しました。外も駐輪場なんですけども、こっちがゴミ置き場ですね。はい、このようになっています。今日はですね、最上階、せっかくなので最上階のルームツアーを取りに行こうと思っております。このままお部屋にエレベーターに乗って向かいたいと思いますよ。エレベーターの中はこのようになっています。では15階へと向かいます。さあ行くぞ。はい、今回ご紹介するのはアーバネックス蔵前レジデンス1503号室のルームツアー。マイクを忘れてしまいました。いや、というのもですね、マイクの、声を当てる方のマイクは持ってきたんですけれども、 Vlog カメラにですね、あのレシーバー受信機の方をつけたままにしていることを忘れてしまいましてですね、何の意味もないマイクを持ってきてしまいました。はい、こちらのお部屋圧巻ですね。ちょっとこちら見ていただきたいんですよね。ルーフバルコニーがついています。こんな、わかりますかね、これおのずと笑顔になってしまうようなこのスペース、圧巻なのはこちら東京スカイツリーがありますね。ということはですよ、これ花火大会、隅田川の花火大会、これこうやって腰掛けながらですね、もう見れますね。もう一等席と、言っても過言ではないのでしょうか。過言ではないのではないでしょうか。はい、あ、失礼しました。これ嬉しいですね。こちらこのキッチンスペースで間に合わない場合はこちらのスペースが利用できるというわけです。はい、収納スペースも十分ですね、ありますね。3口ガスコンロのグリル付きりシステムキッチン、カウントキッチンになってます。リビングダイニングキッチンです。はい、収納もこのようにありますね。これは床暖ですかね。はい、床暖房ですね。はい、 2LDK となっています。こっちはウォークインクローゼット部分ですかね。でこちらがもう一つの洋室、こっちはクローゼットでしょうか。はい、でルーフバルコニーの裏側にはまたもう一つのバルコニーがございます。12月24日、このところに鳥が飛んでますね。結構高いところ飛んでますね。はい、12月24日クリスマスイブ、今時間が2時半頃ですかね。はい、全体的な東京一望できています。はい、水回り見ていきましょう。あ、すいません、ちょっと腕が。本日はですね、スマートフォン iPhone で撮ってます。独立洗面台、大きいですね。三面鏡です。
お風呂がですね、大きいですね。大きい。これテレビですね。つくかな？ちょっとつくのは、あ、つきますね。となると、ちょっと失礼させていただいて、あ、これは長風呂ですね。長風呂確定ですね。はい、ロックができます。はい、アーバレックス蔵前レジデンス、当社の方でですね、お得にご案内しております。詳細はタイトル概要欄に記載していますので、皆さんご覧くださいませ。とても素敵なお部屋です。こちらは 2LDK タイプのお部屋ですけれども、 1DK、1LDK タイプも募集中です。 1LDK タイプも 1DK タイプもですね、間取りのタイプがございます。はい、ぜひ、お問い合わせいただければと思います。今回のルームツアー動画は以上です。次回のルームツアー映像を皆様お楽しみにお待ちくださいませ。私たちが目指すものは不動産業界を塗り替えることだ。お部屋探しのハートサポート。